天才ネグサレ病とは、端子菌の角端子菌目に属する、タナトファレスキューカマーゼによって昆布、または、洋平気部が腐敗する天才の病害。同じ菌により葉が腐敗する病害を天才洋腐病と呼ぶ。世界各地の天才栽培地域で発生が見られる重要病害で、年により激発する。天才ネグサレ病の昆布の病腸天才ネグサレ病の地上部の病腸最初。 一本数本の傭兵の基部に黒か死色の病犯が形成される。続いて、株全体の傭兵に病犯が拡大し、葉がし絞れて、倒腹、腰死する。傭兵から、根幹部、さらに地下の根部へと感染、発病することが多い。後期症状では、地下部の病犯が黒か死色の犬衣不症状を示し、表面から亀裂を生じて腐敗する。早期発病株を中心に、 スポット状に発生し、うね方向に蔓延する。最初、病原菌の端子放射が注意や心場に感染し、直径1ト、mm、ル程度の円形で体緑した病犯が現れる。進行すると、一次病犯から菌子が伸び、周辺に不整形で直径数ミリメートル程度の脳褐色の病犯を形成する。重症になると、二次病犯が融合して破全体に広がり、 時には、病半部が破れて、穴が開く。傭兵に発病した場合には、病半部から折れ、上部は固始することもある。病原菌は、タナトファレスキューカマーゼ AG2 から2、培養型4という、単子筋も筋人口、角単子筋目、角単子筋下に属する心菌。天才以外では、人参の根腐れ病の病原菌である。薄病には、 T9 カマーゼ AG1 培養型 IB も関与する。天災の連作補助や、前年天災を栽培した、隣接補助を、被害形容をすき込んだ補助で多発する。また、天災以外の宿主作物が栽培された補助でも、多発する。気象条件としては、7から8月の高温多湿が発病を助長する。防除には、モンセレン化流水和剤。 ディゾレックス水和剤、バシタック水和剤75、モンカットフロアブル、アミスターフロアブルなどの農薬を散布する。ネグ腐れ病への散布には、通常の軽量散布と比べ倍量程度の水量の薬剤を株元散布する。ありがとうございます。